村下が SNS でビーガンを面白がるコメントを投稿したがジョークが受けが悪かったらしい。多くのファンが怒り、一緒絶対謝罪するな。絶対謝罪するな。そんなことで謝罪してるようじゃもう終わるぞ。なんでわざわざビーガンをネタにしたのか知らないが、エミカを応援するぞ。ただの冗談だから謝らない。そうだ、謝るんだ。こんなの謝る必要ねえよ、お前。俺が守った。ファッキューって書け。おい。ついに見出しを飾ったな。なんだっけ、UNK48。ビーガンをバカにし炎上。それでいいんだ。露出が増えるのはいいことだ。スキャンダル起こせばムードが下がる上にビジネスにおいて実害が出る。いらん。俺たちがまだテレビ出てねえだろ。最悪テレビの出演が決まったら謝罪すればいい。プロデューサー君。はい。うん。男女交際な。ビーガンおちょくっちゃったんだ。さて、あ、なるほど、トカゲの尻尾切りでもいけると。はい、了解。スタッフを雇用したい、解雇したいがためにわざとスキャンダルを起こす。そんなことをしているプロダクト、へー。